はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は、まあ、旅行好きの皆さんもいらっしゃると思いますし、何より僕も好きなんで、まあ、久しぶりに海外の渡航情報を見たら、あ、オーストラリア渡航制限だいぶ緩和されてるじゃないかっていう、そういう話をちょっとしたいと思います。まあ、僕たびたび申し上げてるんですけど、まあ、本来だったらならばですよ、もうそろそろ暖かくなってきちゃうのって、まあ、今2月だから今から南半球行こうっていうのはあんまり合理的じゃないんですよ。っていうのを南半球だんだん寒くなってきますから、日本の季節と逆ですから、これから冬に向かってます、行きますからね。本来だったらばこの時期南半球ケアンズに行きたいと思ってたんですよ。それだけでずっと情報を追ってたんですけど、もう年越しのあたりからちょっと諦めちゃった感じあって、でも実は12月15日からオーストラリアの渡航情報を見たら、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州が、ワクチン接種してて証明書があれば OK っていう、そういう風になったみたいですね。で、僕 見落としてたので、あ、そうだったんだと思って見てたんですけど、ただですね、そこケアンズ入ってないんですよ。あれゴールドコーストも入ってない。まあ、もちろんですね、頑張ってメルボルンとかシドニーから、あ、ケアンズからとかゴールドコーストに 陸でね移動するっていうのもありかもしれないですけど、まあ、その大変さ僕ちょっと分かってないので、それがありなのかどうかっていうのを改めて調べる必要はありますし、そもそも今から行くのかっていう話もありますから、暖かいところにねいたいっていうのがまずあるので、過ごしやすいので、まあでも とはいえ あれだけ厳しい渡航制限を敷いていたオーストラリアが緩和したっていうのは、すごい良かったなというふうには思っています。まあ、しばらくちょっと調べようかなと思ってるんですよ。で、ニュージーランド見てないんだけどな、ちょっと今日時間なくて見ないで宿出ちゃいました。で、逆に台湾なんかはまだ厳しいみたいですね。なんで台湾厳しいのかちょっと分かってないですけど、まあでも本当ちょっとした情報なんですけど、皆さんにお伝えしたいなというふうに思いました。まあ、なんでケアンズかオーストラリアかっていうと、まあ、改めてお伝えすると、まあ多分僕みたいにフルリモートでなるべくその自分が快適に過ごせる、その生産効率は上がるだろうって思えるところで働きたいと思っている人はたくさんいると思うんですよ。で、僕の場合は、まずケアンズは、ちょっと風強くなった。ケアンズは時差がですね、日本と比べて1時間しかないと。で、特に日本で寒い時は今言った通り南半球ですごい暖かい。で、ビザもやっぱり取りやすい。そういうところから、まあ、オーストラリア行きたいなと思ったんですね。で、もちろんその、もちろんというか、まあ、世界の田舎って言われているので物価も安いですし、実は日本と比べてもケアンズは僕が調べた限りでは生活費が日本の方が高いぐらいですね。ここと比べても高いぐらいですね、日本の方が。まあ、そういうわけでちょっとっていうか前から考えてたんですけど、まあ、でも状況を見ながら、まあ、例えばですね、あと半年経ったら、まあ、行っちゃってもいいかなとちょっと思ったりしますし、まあ、分かんないですけどね、オーストラリアの例えばネット環境とか、まあ、残念ながらここ宮古島は、まあ、むちゃくちゃ悪いってことはないです。もう通信環境最悪だとそういうことはないんですけど、夜になるとちょっと細くなったりとか、まあ、それでも分かんないんだけどね、もう僕がその滞在している宿がいまいち弱いのか、それとも宮古島全体で弱いのか、多分後者だと思うんですけど、というのも僕が自前に持ってきたモバイルルーター au のモバイルルーターなんかもやっぱり夜弱くなるんですよっていうところがあるのに対して、じゃあオーストラリアどうかなとかシンガポールどうかなとか気になるじゃないですか。仕事もしますから、というかメインでしますから、生活のメインとしますから、まあ、そういうところも考えると、まあ、いろいろ念入りにちょっと調べて、
考えてもいいかなというふうに思っています。で、場合によってはね、あわよくば滞在先でね仕事を得られるかもしれませんしね、お付き合いとか。でもちろんそのね、あの海外特に英語圏だったら英語も自然と磨かれると思いますし、それは本当にすごいいいことだと思いますから。日本と時差がほぼなくて英語をナチュラルに学べる生活環境ってないですよ、オーストラリア、ニュージーランドっていうか。僕そこがすごいいいなと思ったんですよ。まあそういうわけでちょっとこの話をしたいなというふうに思いました。まあね、オーストラリアに直接就職するとかは僕はあんまりおすすめしないんですけど、今言った通り世界の田舎なので。ただ例えば、まあ、例えばですよ、まあ、調べてないからあんまりいい加減なこと言わないようにしようと思いますけど、やっぱりその鉱物資源も農作物もたくさん取れるから、そういう大きい企業、国際的な企業か、あるいは商社系列の企業なんかをオーストラリアに大きなブランチ持ってるはずですから、そういうところを狙うのはありかもしれないです。オーストラリアで就職したい、シドニー、メルボルンで働きたい、まあ、別に他の都市でもいいんですけど、はありかもしれないですね。まあでも特に日本の商社なんかは配属先とか選べないでしょうから、日本経由で行こうとか思わない方がいいと思うし、もう仕事を得たいんだったらもう向こうで直接アプライした方がいいでしょうね。まあそういうわけでちょっとオーストラリアなり、まあね、久しぶりにシドニー、メルボルンも行きたいんですけどね、全然。まあ5体満足ですから幸い、まだまだ多分あと20年くらいは、間違いなく体調は、コンディションはそうそう変わらないと思いますので、まあ65ぐらいかな。まあ多分40年後も多分大丈夫だと思います。まあなるべく早い段階でね、そういう環境にも慣れておきたいし、楽しみたいし、既成事実としてそういう環境に身を置いて、もう、まあ、言語とか文化圏って慣れちゃうっていうところを僕はすごく望んでいるので、それは別にオーストラリアに限らないです。なんならここ宮古島もそうですよ。まあここはもちろん日本ですけど、まあ、ある意味外国みたいなもんじゃないですか。この海ですから、ほぼ外国ですよ、自然環境として。まあそういうところもありますのでね、まあ、皆さんもいろんなところにちょっと足を運ぶなり、チャンスを伺いながら、楽しい生活自体を楽しむ、仕事自体を楽しめるような場所を探してみてはいかがでしょうかということで、ちょっとお話ししたいと思いました。まあオミクロンもね、大概ですから、ね、まあそろそろ波も日本も引き始めるんじゃないかと思いますけど、ね、というわけで、まあ、なんか一つ興味深い明るい話として聞いていただければ嬉しいかなと思います。じゃあ今更ですけど、サングラスつけてるのはもちろん眩しいからなんですけど、この天気ですから、ちょうど15分ぐらい前ぐらいかな、本当にこういう明るい天気になって、30分ぐらい前まではサングラスつけなくても大丈夫だったんですけど、まあ、つけてます。であと、もちろんサングラス持ってきたのを覚えてたんですけど、ただどこにあるのかしまった場所忘れちゃってて、もうさすがにですね、半年近く同じ場所にいるとなんか物も増えてきてですね、もうしまったっけなみたいなそんな状況になってて、まあ、見つかったのでつけてるという感じですね。まあどうでもいい情報で失礼しましたというところです。まあそんなところです。あ、オーストラリア行きたいな。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方お願いできれば幸いです。では今回この辺でバイバイ。